いや大福でございます。皆さんご存知の方も多いかと思うんですが、私は結構むちゃくちゃな落語をやるもんでね、お客様から失笑を買うことも多々ありますが、今回は真面目に落語をやりたいと思っております。で、今回の話なんですが、怪談皿屋敷、いわゆるお菊の皿と言われる1枚2枚とお菊さんが皿を数える話なんですが、この話を聞いてたたられても私は一切責任を持ちませんので、ご了承いただきたいと思います。おい、お菊、お菊はおるか。はい、何でございましょう。お菊、お前に預けておいたな10枚一組の家宝の皿なんだから、1枚足りない。いえ、そんなことは、私がしまった時には10枚ございました。だったら数えてみるがよい。はい、では1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、1枚足りません。であろう。お主、盗んだのではあるまいな。いえ、そんなことは、きっと数え間違いです。もう一回数えさせてください。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。殿、今何時でございましょう。今、6時だな。6時でございますね。では、7枚、8枚、9枚。10枚ありました。ふざけるでない、落語の時そばではないわ。お主、まあよい。お菊、前から言うとるようにな、お主わしの女子になれば今回の件許してやらんでもない。そう言われてました。私は本当に盗んでないんでございます。お菊、分かっておるな。お主、盗んだのであろう。ありのままを申せ。何このセクハラパワハラ。私は盗んでなんかございません。お菊、ありのままを申せ。わかりました。ありのままのことを話すわよ。ありのままのことを話すわよ。私盗んでないわ。ふざけどころか、お前はパス。ということで、哀れお菊は無実の罪で切り捨てられ、その亡骸は屋敷の古井戸の中へドボーン。以来、毎夜毎夜その古井戸からはお菊の幽霊が1枚、2枚と皿を数えるとか数えないとか、平成から令和の世になった今でも。兄貴、やっぱ怖えよ。もうやっぱやめよう、帰ろうよ。何言ってんだお前はよ。怖くなきゃお前、気分試しになんねえだろ。まあ、でもよ、お菊さんの幽霊見ると死んじまうんだろ。お、それね、ちょっと間違いになってるな。お菊さんの幽霊ね、皿9枚まで数えて、その9枚目を聞くと死んじゃうんだけど、5枚、6枚ぐらいで逃げればね、大丈夫らしいんだよ。でもよ、そうやってさ、普通にさ、9枚まで数えてくればいいよ。突然さ、5枚、6、7、8、9なんて数えたらどうすんだよ。お前な、そういう時はな、うん、その時だ。ああ、やっぱやる、やっぱ兄貴やる。おいおい、ほら、そこだ、その人だよ、ほら。なんか、気づき見悪いよ。あ、なんか兄貴、変なもん出てきた。あ、人玉であれ。お、そうそう、うちの人時だな。お、いよいよ、お菊さんの登場だな。まだ皿数えてねえだろ。1枚、2枚、3枚。兄貴、もう3枚だから数えろ。まあ、お前何言ってんだ、まだ3枚目だ。6枚まで我慢しろ。4枚、5枚、6枚。ほら、あっち帰るぞ。兄貴、
腰抜けて動けない。なんでこんな時にお前腰抜けてんだよ。7枚8枚9枚おい、ハチ。兄貴、何？もうここ天国？違うよ、お前。俺たち生きてるのは足あるよ。あんたたち、うるさいわよ。お菊さん。俺たち、9番目までサラ数えてるけど、なんで生きてんの？あんたたちね、私はね、サラ数えてるだけ。サラ数えてるだけで死ぬわけないでしょ。だって、死んだってやついるんだろ？あれね、驚いてね、あの足すぐ出して頭ぶつけて死んじゃっただけなの。だからね、私はね、ただ皿数えてるだけ。そうか、お菊さん見ても死なねえのか。だったら、おう、もしで、毎日見に来ようじゃないか。おう、そうだよ、兄貴。だって、こんな美人だね、あの幽霊がね、毎日見るようになったの。俺たち、ファンクラブ作ってね、毎日見に来よう。いいかよ、お菊さん。まあ、私もね、これ300年ぐらい、毎日毎日皿数えてるんだけど、まあ、最近ちょっとね、マンネリ化してから、してるから、まあ、いいわ、見にいらっしゃい。ということで、この噂はあっという間にインターネット上に広がり、まあ、毎夜毎夜、多くのお客さんが来るようになりました。おい、なんだなんだよ。さすがに今日はすげえな、何、1000人ぐらい来てんのか。おうおう、何、何、ビールに、たこ焼き、おうおう、何、屋台が出てんじゃねえかよ。しかしな、すっかりなんか、お菊さん人気者になっちまったな。おう、そうだよ、兄貴。お菊さんね、この間のね、OBK 総選挙でね、1位だったらしいんだよ。なんでこの OBK 総選挙って、お化け総選挙らしいんだよね。だからか、しかしな、これお客さんのこの井戸の周りの一人張り切れんねんじゃないか。そうなんだ、兄貴。あのね、最近ね、1回じゃ張り切んねえからね、お客さんに1日ね、5回出てきてるらしいんだよ。5回なに、じゃあ都合なに、皿45枚数えてるわけ。はあ、ヘビーローテーションだね。あ、お客さん出てきたね。みなさん、こんばんは。井戸から飛び出て、じゃ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 ーん。真夜中のアイドル、おきくでーす。ということで、みなさん、今日もいっぱいお越しいただきまして、ありがとうございます。では、早速、行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、じゃ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 。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。6枚、7枚、8枚ね、そして9枚よ。いやー、お菊さん、すっかりアイドルになっちゃったね。うれしい、俺たちも。兄貴、聞いた？お菊さんね、来月ね、死んでからね、300周年らしいんだよ。だからね、とうとうね、武道館で300回忌記念コンサートやらしいんだよ。何、300回忌記念コンサート？おう、じゃ絶対見に行かなきゃ。ということで、お菊さんの300回忌記念コンサート当日でございます。皆さん、今日は私の300回忌記念コンサートに来ていただきまして誠にありがとうございます。今日はスペシャルということで、あの世から特別なゲストをお呼びしております。では、まず最初、昭和の歌姫、美空ひばりさんです。はい、サラサラと井戸に落ちて。続きまして、外国からキングオブポップ、マイケル・ジャクソン。 It is a sorrow, sorrow night. いくら数えても9枚しかないんだ。 Sorrow, sorrow night. いくら数えてたって9枚、9枚、ポー。最後にトリを務めさせていただきます。お菊でございます。でも皆さんにここで重大発表ございます。私、今日限り引退をいたします。え、なんでお菊さん引退なの？やめないでお菊さん。私、かれこれ300年一人で笠を数えてきました。でも皆さんのおかげで、この温かい精霊を受けて、私の恨みは晴れて、なんと成仏できることになりました。お菊さん、成仏かよ、おめでとう。
歌手の方ね、あの引退してもすぐ戻ってくる方いらっしゃるんですけど、私は桃井ちゃんみたいに戻ってきません。ではこれで本当に最後です。なあみんな、お菊さんこれで、ね、盛大に送り出してやろうよ、ね、会場の皆さんもお菊コールお願いします。せーの、お菊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 。皆さんありがとうございます。では最後にもう一回お聞きください。1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚そして9枚お皿の代わりにお皿の代わりに。皆さん、おさらばです。